新年の神社ともなるとやはり清掃が必要よね。こういう時頼りになるのは。お参りお参り、神社にお参り。ガンマ、イプシロン、神社に着ていく服を見繕いたいのだけど、相談に乗ってくれる？私ですか？別に構いませんが。今回の鏡餅を祀ってる神社のことは私の耳にも入っておりませんでしたが。そんな不安そうな顔をしなくても大丈夫よ。頼りになると確信してる。七影の中でデザインやドレスコード、おしゃれが得意なのはこの二人でしょ。まあそれは、私は職業柄ということもありますし。どこでも場に合わせたそれなりの格好をしなければ、ピアニストは舐められてしまいますから。私とデルタの着る衣装、二人に任せるわ。それは光栄です。なかなかのプレッシャーでもありますが。とりあえずニューも呼んできていいですか？ああそうね。彼女は特殊メイク担当だし、化粧については助言をもらえそう。これは盲点でした。今後は振袖に限らず、従人向けのラインナップを揃えてまいります。ではこの振袖をデルタ様へお着付けしてまいりますね。彼女一人でデルタに着付けできるかしら。アルファ様のお召し物が決まったら、私もニューの応援に回った方がいいかもですね。お願い、そうしてくれる？あの子絶対嫌がると思うから。承知いたしました。では早速こちらのカタログから。大振袖、中振袖、小振袖。振袖と一口に言ってもいろいろあるのね。後ろの方のページには着こなし方ですね。ふむ、これは興味深い。オイランスタイル、これは露出度も高くて人々の目を釘付けにできそうです。イプシロン、今回の目的はあくまで鏡餅、目立つことは目的じゃないのよ。あ、そうでした。それにこのスタイル、品のあるアルファ様だとむしろ刺激がより強すぎるかも。着こなしの方も大切ですが、まずは大中小振袖の種類を決めましょう。この大中小は大まかに言うと振袖の大きさで決まっています。地面に垂れそうなほど長いのが大振袖、これは婚礼用にも使われます。ウェディングドレスってことね。そこまでフォーマルだと気合い入れすぎという感じで目立ってしまうと思います。で、中くらいはそのままズバリ中振袖。私のおすすめはこれですね。足首が見えるのも気に入ったわ。アルファ様の長いおみ足が映えるかと。なんとなく知っていた振袖のイメージに近いわね。これが無難な気がするわ。ですね。でも一応説明すると、袖が一番小さいのが小振袖。これが一番動きやすそう。というか多分デルタはこれよね。ええ、その通りです。アルファ様ならやはり中振袖かと。そうね、それがいいわ。では
次は振袖の柄について決めましょう。花だけでも桜やバラ、いろいろあるのね。図柄一つ一つにも意味が込められています。桜なら新しい門出、マリなら弾むような幸せ。他にも色の組み合わせもあるし、おしゃれって大変ね。ご安心ください、アルファ様。そのために私たちがいるんですから。その通りです。アルファ様ならきっとこの文様とこの柄、それにあの色が。それだと補色の関係が崩れるわ。色調的には、できました。完成したデザインをもとにスライムスーツで再現いたしました。柄や色まで再現できるのね。ありがとう、ガンマ、イプシロン。振袖ってしとやかな気持ちとともに心も晴れやかになる素敵なコーデなのね。恐縮です、アルファ様。アルファ様に最もお似合いであろう柄を可能な中から選ばせていただきました次第です。ありがとうございます、アルファ様。ですが実際のところはギリギリ再現可能というレベルで、振袖は柄や文様も複雑でして。そうね、ちょっと歩くだけでもこの袖がどう動くのかを考えて色と柄を変えて、こんな感じかしら。なんとか着付けできました。ってアルファ様、足、おみ足が。え、アルファ様でも魔力制御がブレますか。これは下手をすると。下手をするとどうなりますの。神社の参拝客でごった返す中でスライムスーツが剥がれ、生まれたままの姿を晒してしまうかもしれません。そんなの絶対ダメじゃないですか。そうね、目立ってしまうし、裸になったら追い出されて鏡餅を手に入れられないわ。いえ、恥ずかしいとかそういう意味で。ああ、もちろんそれもあるわね。これは今回はスライムスーツでの衣装再現を諦めた方が良さそうね。ないとは思うけれど、万一神社で戦闘になった際、魔力制御でろくに動けなくなってしまうもの。そうですね、この衣装を維持して戦うのは私でも難しいでしょう。それでは三つ星の方で迅速に用意させましょう。仕立ては細かい部分のみとして絶対に間に合わせます。ええ、お願いするわ。ねえ、また一人で考え事かしら。またその遠くを見るような物憂げな眼差し。私ではあなたのその憂いを取り除く力になれないの。確かに私たちの実力はあなたの足元にも及ばないかもしれない。でもね、いつまでも一人でその大きな憂いを抱えずに、今日は私にもその一部を担わせてほしいの。いいでしょ。ごめんなさい、ミュウに化粧をしてもらってたら遅くなってしまったわ。なぜ化粧をって。それはもう言わせないで。振袖は未婚の女性だけが着用できる特別な装束だと聞いたわ。
私もいつか着れなくなるのかしら。出かける準備はできているわ。でもこの姿ではまだ動き慣れていないから、エスコートはお願いね。あなたと話をしていると時が経つのを忘れてしまうわ。気が合うからなのかしら。心配しないで、教団の調査は順調よ。心配していない？それは嬉しい。あなたの信頼に応えてみせるわ。ところで、そっちの活動は順調なの？秘密主義なのは知っているけど、私にくらいは説明してくれてもいいと思うわ。せっかくだから蛍光色を用意しておいたわ。見晴らしのいいところでの食事も悪くないでしょ。一応あなたの分もあるけれど、どうする？そういえば出かける前に、おやつは300ゼニーまでと言っていたけれど、その数字の根拠はどこから来ているの？あなたが食べてみたいと言っていたドラゴンの肉だけど、イータが培養肉を試作したそうよ。食べたいなら取り寄せるわよ。私なら遠慮するけど。あなたの些細な変化を見つけるのは得意なの。目の下のクマやボタンの掛け違いなんかもね。隠さなくても私以外に気づく者はいないわ。枯れ葉色にはいい印象がないわ。朽ちていくのを待つばかりだった。昔の自分を思い出すからかしら。明けましておめでとう、シド。こうやって新年をお祝いできるのも、昔あなたに助けてもらったおかげね。周りを見て、振り袖を着ている女性がちらほらいるわ。みんな流行には敏感ね。嫌いな異性？相手の思いに気づかない鈍い人よ。全てを見透かしてるくせに心にだけ気づかない、そういう人は大嫌いね。ガンマが開発している炭酸飲料をもらったわ。刺激的な味だけど、舌がピリピリしてちょっと苦手ね。